ザマの戦いは、紀元前202年10月19日に、北アフリカのザマで起こったローマ軍とカルタゴ軍の戦い。大スキピオ率いるローマ軍が、ハンニバル率いるカルタゴ軍を破り、第二次ポエニ戦争の崇勢を決した。イベリア半島のカルタゴ領を制圧し終えた、大スキピオは、カルタゴ本土への進攻作戦を開始した。紀元前204年春、スキピオ率いるローマ軍は、 北アフリカのウティカ付近へ上陸した。カルタゴ軍はヌミディア軍と共同して、ローマ軍を迎撃に向かったが、スキピオは二度の戦いでこれを破った。さらに、退却するヌミディア軍を本国まで追撃し、王のシファックスを捕虜とした。スキピオは、自軍の保護下にあったマシニッサを、後継のヌミディア王に即位させて和平同盟を結び、ヌミディアをローマの味方とすることに成功した。 そしてこれは、屈強なヌミディア騎兵をカルタゴから奪い取ることでも、あった。敗北を起死したカルタゴは、イタリア半島のハンニバルを呼び戻して、戦力を再編する一方で、ローマに急戦を打診した。スキッピオは、以下の条件を提案した。ローマは、カルタゴの独立、自治権を認めるイタリア及び、アルプスイ南のガリア地方にいる、カルタゴ軍は全て撤退するカルタゴはスペインに、 持っている利権を完全に放棄するマシニッサのヌミディア王国を認め、その主権を尊重する軍船は20隻を除き、ローマ側に引き渡す。この講和の交渉中、カルタゴはアフリカにいるローマ軍の兵糧を負担する賠償金7000タレントを支払うローマ側では、元老院と市民集会がスキピオの条件を了承し、一時は休戦が結ばれるかと思われた。ところが、 スキッピオへ送られたローマの補給船団が嵐に遭いカルタゴから約4 0トルの海岸へ上陸したところをカルタゴ海軍が打破するという事件が起こったローマは返還を要求したがこの事件とハンニバルの帰国で強気になったカルタゴは上の条件を拒否し和平交渉は決裂したカルタゴはハドルメトゥムに上陸したハンニバルに 約5万名の兵と80頭の戦像を派遣した。マシニッサ、スキピオ、ハンニバルの両名とも、当時の戦闘において機兵が非常に重要であることを認識していた。ハンニバルはヌミディアを失ったことによる機兵不足を補うため、逃亡中であるシファックスの息子に参戦を求めると、息子は機兵に戦を率いて参戦すると約束した。 スキピオ側は王になったばかりのマシニッサに参戦を求め、マシニッサは、不評6戦、騎兵4戦で参戦すると約束した。両軍は、これらヌミディアからの援軍と、早めに合流するため、近づきつつも西へと行軍した。ハンニバルは行軍中、カルタゴ政府からの、早くスキピオを撃破せよとの命令を拒絶している。ハンニバルはザマの町に到着したところで、 ローマ軍が1 0 0トルほど西にいることを知り、石膏を3人出した。しかし、これはローマ軍に捕らえられた。スキッピオが石膏に目的を尋ねると、彼らは死を覚悟していたので偵察だと本当のことを答えた。スキッピオは、召喚の一人に彼らの望むものをすべて見せよと言った。石膏は3日かけて、ローマ軍の陣地をすべて見て回った。スキッピオは、 偵察に満足したかを聞き、三人から十分に見たとの答えを得ると、ハンニバルにすべてを報告するように言って、彼らを解放した。この間、マシニツサと彼の兵がローマ軍に合流している。ハンニバルは絶好の報告を聞くと、スキピオに会談を申し入れた。ザマの戦い直前に交渉するスキピオとハンニバル両軍は、お互いに向かって進軍した。 その6キロメートルほどになったところで、スキピオが死者を送ったため、両軍は停止し、陣地の設営を開始した。翌日、スキピオとハンニバルはそれぞれ騎兵一体を連れて、両軍の中間にある低い丘へえで向いた。二人とも丘の中原ほどに騎兵を置き、通訳だけを連れて進み、会談を始めた。ハンニバルは、一時はイタリア半島を接見した自分が今は、 自国の危機を救う立場になっていることを挙げ、現状がどうあれ、戦闘で国の運命を決めることは危険な賭けであるととき、ローマがシチリア、サルデーニャ、スペインを領有することを条件に和平を提案した。スキッピオは、この戦争を始めたのがカルタゴ側であること、ハンニバルのイタリア撤退が自発的なものではなくローマのアフリカ侵攻を受けての ものであることを挙げ、和平の条件を変えるわけにはいかないと言った。会談は終わり、明朝に決戦が行われることになった。紀元前202年10月19日、ザマの西方で戦いが始まった。この戦闘に参加した両軍の兵力は以下のようなものである。スキピオアフリカヌスローマ軍スキピオは重装不評を中央に配置、その前面に軽装不評を展開させ、 左翼に、ローマ騎兵、右翼にヌミディア騎兵を配置した。敵軍に、戦像が存在することを知ったスキピオは、各中隊の間隔を広めに取らせ、対列に抜け道を作り出すことによって、戦像の突撃を反らせるようにした。彼は直進のみで小回り効かない像の修正を、熟知していたわけである。スキピオ自身は、中央で指揮を取り、左翼のローマ騎兵は、ガイウス・ラエリウス。 右翼のヌミディア騎兵は、マシニツサに指揮を任せた。ローマ軍の戦術目的は、数において優勢にある騎兵を生かした敵軍の包囲にあった。スキピオはカルタゴ軍によって、ローマ軍が包囲殲滅されたカンナへの戦いの再現を狙っていた。ハンニバルカルタゴ軍ハンニバルは、最前列に戦像を配置、その後方に三列の不評戦列を並べ、 その両翼には半数に分けた騎兵を置いた。カルタゴ軍の不評は、リグリア人やケルト人からなる傭兵、リビア人及び、カルタゴ市民兵、イタリア以来の古参兵という三種類に対別できる。ハンニバルはこれを戦力として信頼できない順番、すなわち、傭兵、市民兵、古参兵の順番に並べていた。これまでの戦術のようとなっていた。 騎兵戦力で劣るハンニバルは、不評による中央突破を意図しており、そのための総予備が信頼する古参兵であった。前二列は、敵の疲労を誘うためのいわば捨て石であり、戦像も敵の戦列を混乱させるためであった。不評戦列の第一列は孫、第二列はハンノボミルカルに指揮させ、ハンニバル自身は、第三列の指揮を取った。両軍の夫人。一。 戦像の突撃。二、騎兵の偽装交代と追撃。上記の典型的なローマ軍団の編成に対し、前後の正体が重なっていることに注意。これによって、最前列に従って後列が左右に移動することにより、軍像の進行を交わすことが可能である一、傭兵、市民兵の交代と、古参兵の投入。二、騎兵の戦場復帰と包囲。 ザマの戦い、ザマの戦い戦いは、戦像による突撃で始まった。しかし、スキッピオの事前の配置がつき、戦像は、ローマ軍の隊列の隙間を通り抜け、突撃は大きな効果をもたらさなかった。前進以外の行動が不可能である戦像は、方向転換のために停止したところを、ローマ軍係争不評の投げやりや金によって混乱し、無力化してしまった。 戦像の突撃失敗を見たハンニバルは、自軍の騎兵を交代させた。ローマ軍騎兵は直ちに追撃を開始したが、これはハンニバルによる陽動作戦だった。ハンニバルは、自軍の騎兵戦力が劣勢であることを知り、偽装交代させることによって、追撃に向かうローマ軍の騎兵を戦場から引き離そうとしたのだ。この狙いが成功したカルタゴ軍は、騎兵の脅威を気にすることなく、 不評同士の戦いに移行することができた。しかしながら、不評同士の戦いは、傭兵からなるカルタゴ軍に対し、質でまさるローマ軍は有利だった。カルタゴ軍第一列の傭兵は、ほどなく圧倒され出した。ハンニバルは、第二列の市民兵に攻撃を命令したが、大半が新兵で構成されていた第二列は、おじけづいて、前進を拒否した。そのため、第一列と、 第2列の間で同志打ちまで発生した。やむなく、ハンニバルは事前の予定よりも早く、第3列の古参兵を投入することにした。疲労したローマ軍に対し、第3列の古参兵は優勢に戦闘を進めた。ローマ軍戦列中央を大きく押し込んだが、このために、カルタゴ軍は湾曲したローマ軍戦列の両翼に包み込まれるような形になっていた。 中央を突破すれば、カルタゴ軍の勝利は確実だったが、そうなる前に、カルタゴ軍騎兵を駆逐したローマ軍騎兵が戦場へ復帰した。ローマ軍騎兵は、カルタゴ軍の後方へ回り込み、不評戦列の領域もカルタゴ軍の側面へ起動した。スキピオの木とした通りに館内の包囲が再現された。包囲されたカルタゴ軍はパニックに陥り、傭兵や市民兵は大半が降伏した。 古参兵は必死に抵抗したが、そのために彼らは殲滅された。この戦闘でカルタゴ軍は約2万名の死傷者を出し、1万5千名が捕虜となった。ハンニバル自身はわずかな共回りと共に逃亡した。一方、ローマ軍の損害は11500名、負傷4000名ほどであった。 戦いの奇数を決したのは、艦内の戦いと同様に騎兵の後方軌道にあったと言える。また、スキピオが採用したと言われるグラディウスが、不評同士の白兵戦を有利に進めたのも、勝利の一因と言えるだろう。ザマの戦いに敗れたカルタゴは、スキピオに講和を申し入れた。ローマの全権代表であるスキピオは十項からなる講和条約を提示した。以下、 特に重要と思われるものだけを挙げる。カルタゴは条約を受け入れた。これによってカルタゴは海外領土及び海軍力をほぼ喪失し、ローマの地中海における派遣が確立することとなった。ありがとうございます。